さあ、それでは続いて、てっちゃんさん。人生初めての経験に冷や汗が止まらない。何をした？週末、ゴルフコンペだというのに、ゴルフバッグを乗せたレクサス LX を窃盗団に盗まれてしまった。てつやさん。はい。てつや。なんですか？本当にお前。わかんない、俺まだ聞いてないけど。ダンスはすごいな。バカじゃん。いや、バカだよね。どうやら噂が回ってるようだね。はい。風の噂がなんだか回ってるようですが。はい。車買っちゃった。いや、おめでとうございます。叩かれるの。叩かれるの。すごいな。おめでとうございます。マジで。お買い上げおめでとうございます。LX 買っちゃいました。すごい。いやー、一人旅なんて久しぶりだな。楽しみだ。温泉にゆっくり浸かるとするかな。おーい。なんだね。やったな。いや、昼飯で唐揚げ棒は妥当だろ。いや、昼飯の話じゃなくて、見つけてしまったんよ。とんでもねえもんくっつけたな、お前。なんだこれは。塊だよ。これはね、やりすぎです。勝負を急ごうかなと思って。気づいてしまったからもう、あまりの衝撃に回してしまったよ。めちゃくちゃムカつきました。いいな。ぽい、いいな。うん。なんかシャイでも。きっしょ。緊張感緊張感な。1個だけおまけあるんで、ちょっとその、はい、普通にやったらね、うん、あの僕の骨がパキパキになっちゃいますので。そうですよね。それはまずいので、はい、このぶつかった瞬間のここの 2B コンティニューの瞬間から逆再生をしまして、はい、でこうはーんって楽しんでて、パッて振り向いたらもう車は切っちゃってるみたいな感じにしたい、うん、じゃあそうやって撮って。いや、これはナイスアイデア。あれ、これね、逆再生うまくいけばすげえ怖い映像になる、ね、楽しみ。 OK、 いきましょう。危なかったんだよ。肌のあわや事故。あ、1分2の時間ですね。酔ってますか？酔ってます。気持ち悪そうにしても顔色悪いですよ。なんとあちらのチームから来ました。はい。そして、第1位てつやさん。はい。合計560円。なんでかな。どこ、なんでかな。あの、ほんと聞いてほしいのは、この企画をマジで意識してないというとこなんですよ、うん、全然平均値じゃない、これは。生きてられるな。いや、これは飛び抜けてるってことじゃん。これやっちまった月、偶然やっちまった、これは。まあ、1月にレクサス買ったよね。あ、そっか。確かに車はしょうがないよ、そんな。ラスト問題、結構チャンスがございます。あるんですか、チャンス。はい。見えたものをとにかくお書きいただいて、合っていたらその分得点が入ります。なので1回でたくさんしっかり見えるように頑張ってください。え、どうやって。ダイヤモンの準備ができました。はい。てつや君どこ行っちゃったんですか。てつや君ちょっと文化行っちゃって。ほらほら、じゃあ行きますよ、ダイヤモン。おお、もう来るのね。来るんですか。もう行きますよ。はい。罰ゲームソニックですからね、かわいそうなこと。きつい。それではダイヤモン、こちらです。わからなすぎ。うわー、なに？ 300m 左方向。うわー、これも右に行かなきゃ。右に行きながら、まあ、そういうことや。従わないぞ。あ、信号だ。あ、赤になっちゃった。やばい。でも守れないわね。交通規則無視しなきゃいけないんで、突きまーす。ダメだね。しかも右折ぐらいは良くないよ。見しておかないと
と本当に犯罪疑われてしまうので、まあまあ、上手すぎましたね。いや上手。まずはじゃあ赤信号、道具でも赤信号を突っ切ってるんですけど、カメラ固定しちゃったので、そこだけ切り抜いて赤の瞬間を使ったっていう、ね、ない時はこうですね、うん、はい、この切り替えの確認したところ、はい、本当は青ですね。本当は青です、はい、その時飛んだところもね、あの実際には飛んでおりますそれはそうだから、これだけは分からへん。関選手めっちゃ探してたの、どうしたの。見つからんかったから坂道だったそういうことか。こういう車探してるんで見つけたら教えてくださいって言ったら、フォロワー使ってね、そう、俺の LX が盗難されたって思ってあれで盗まれたんじゃないかみたいなあとスピードメーターって踏むだけじゃ出ないんですよ、スピードが、うん、どうしようと思って、あのこうなりました。うわー、なるほどね。成田モーターズね。車体を無理やり上げて、もうアクセル踏ましてもらって、そんなメイキングがすごい、そういうのをいろいろやってこうなりました。新しいとこ見せたいってことでね、うん、車が必要だと思ったんですけど、うん、まあどっちかでいいということで、ね、はい、じゃんけんで負けた方が出してトリック。最初はグー、ジョーキー、ポイ。だー、なんか分かってたもん。じゃあミニストップいるから。そう。なんか買っとくから。はい。サンキュー。2週間の自宅待機後にランニングはダメ。ちなみにまあこんなんね聞けないですけど、だからちょっとねぼかして言いますけど、いくらでしたか。1500万。オプション、まあマジでいらんなってやつはないけど、うん、基本的にあった方がいいやつは全付けで200万ぐらいプラスされて、うんうん、すっげー夢あるな、ユーチューバーすごいな。すごいわ、てぃ先生すごいな。これ大喜利言われてダメでしょ。本当に怒ったことしか言えない。あ、本当ですよ。僕 LX 盗まれちゃいましたんで本当に。え、はい。え、ちょっと待って、それは誰かに盗んでっつって盗まれた。あ、違う違う、窃盗団に盗まれたんで。あ、窃盗団ってのは友達とかですか。あ、違います、プロです。これですね、はい、中身のあれなんだ。あ、そんな捨てられてたの。車の中にゲームキューブ乗っけてんだなるほどね。だから海外とかどっかに売り飛ばすから中身いらないんだ。え、ほんとに、ほんとかどうか。嘘であってほしいよほんとにマジで。マジで本当にいるんだ。あ、窃盗だ。やっぱり盗まれんだ LX。 いや僕レクサス担当さん一緒じゃないですか。うん、藤原さん見つかりましたかって言われて、え、不意にね何の音か分かんなくてあってなったんですよ、うん、でやっぱそのお店的には行っちゃいけないじゃん、そういうこと。あ、そうね。僕はちょっと聞かなかった音にしてください。いや、言っとる言っとる言っとる、もう言っとるよ。だからね、これはもう本当に仲いいからさ、こつながりしてるもんだろうと思って聞いてくれたのだけど、で、ちょっと言わねえからさって僕いつ言うんだろうと思って、ちょっと実は3月の16からそんぐらいですね。あ、起きたのか、はい、前、めっちゃ前じゃん。めっちゃ前だから最近アイエットなんだ。アイエットばっかりだもん。あれ珍しいな。うわ、確かに。なんで言ってなかったの。なんでどっかで使えるかなって思って。うわ、使えた3ヶ月めっちゃ使えてるんだ。ちょっと顔の再現して。いやでも本当に駐車場に向かう。駐車場普通に物取り行こうと思って、うん、みたいなって言って、でこうじわっと見えてくるじゃん、うん、ないのが、うん、ハハ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 ハ